崩壊サードは、中華人民共和国のみほよが開発している、Android、iOS 用、ゲームアプリ。日本では、同社の現地法人である、株式会社みほよにより、2017年2月16日に、配信が開始された。崩壊シリーズ続編、第2作目、キャッチフレーズは、立ち上がれ。美しい世界を守るために。かつて人類の文明を幾度となく葬ってきた未知の力、崩壊が今再びこの平和な世界に降臨した。BC2000 年頃、天変地異によって突如崩壊した人類の文明。その後も周期的な反乱により、人々は文明を築いては崩壊するという歴史を繰り返し歩んできた。長きにわたる崩壊との戦いは大地を疲弊させ、変異した。崩壊獣が世界各地に現れ始めた。生き残った人々は滅亡を回避するための方法を探ろうと天命組織を設立した。その結果、生物の変異から消滅に至る崩壊現象と対抗する力を備えた聖魂の存在が確認された。3年前、第3次崩壊インパクトと呼ばれる崩壊史上最大級の災厄がキアナカスラナの住んでいる極東の地である長空市に降りかかった。崩壊と深い因縁があるカスラナ家の血を引くキアナは、感染を免れたが、被害は甚大で、人々の心に大きな傷を残すこととなった。かつての戦いで母を亡くし、父にも失踪されたキアナは、崩壊に立ち向かうことを決意し、対崩壊実践チーム、バルキリー部隊の戦艦、ハイペリオン号に乗り込んだ。画面上の仮想ゲームパッドを用い、3D キャラクターを移動させ戦闘を行う。シングルクエストと協力クエストの2つに大別される。本作のプレイアブルキャラクター。各戦乙女ごとに、属性、スキルが異なる数種類のバトルスーツが存在し、それぞれ別のキャラクターとして扱われる。補給でキャラカードを入手するほか、クエストで、ドロップショップで購入するキャラのかけらを入手することで解放することができる。キャラカードを入手した状態でキャラのかけらを集めるとレア度が上がりステータスが上昇、キャラクターごとの新スキルも解放される。キャラクターのレベルはクエスト出撃や経験値アイテム仕様で上昇し、ステータス強化やスキル上限解放を行うことができるが、キャラクターのレベルは艦長レベルを超えることはできない。バージョン 3.0 より追加された戦乙女をサポートするキャラクター。A-310 実験室から生まれた少女。生きるため少女は戦いを続け、自分の価値を周囲に示さなければならない。でも少女が一生懸命生きようとする意味は本当にそれらだろうか。大昔に行方知れずとなった聖魂と神の鍵と呼ばれる武器を探し出すため、姫子は戦乙女小隊を率いて、信州の旧友にやってきた。だが、この遥か昔の時代が残した戸籍で、姫子たちは危機に遭遇したようだ。海底より現れた巨獣は、戦乙女小隊を飲み込んだ。いきなり現れた敵を、目の前に、彼女たちの任務はまず巨獣を封印して、ここから逃げ出すことになった。命を守るために、ブローニャは自ら自分脳内のチップを焼け壊した。昏睡中のブローニャは、夢境の中で運命の決断を迎えた、聖フレイヤ学園は混乱と暴力で有名な、不良高校。遠投最強になるため、転校生カレンは、聖フレイヤ学園制覇への歩みを始めた、大主教から謎の任務を受け取った不可。1000年の記憶が描かれた巻物を、ゆっくりと開けば、脳の奥に眠る忘れ去られた記憶が、目の前に浮かぶ。カカリア個人出身の双子、ロザリアとリリアには幼い頃からの夢がある。それはアイドルになること。現在確認されているのはゼーレ・フェレライ。本作のキャラクターはユニティを用いたトゥーンレンダリングで描かれており、日本のアニメや漫画で見られる紙のハイライトの部分はモデルに書き込むのではなく、リアルタイムでの処理が行われた。4gamer.net の HH は、少ないボタン数で操作できる点や道中とボス戦とのメリハリの良さや美麗なグラフィックについて肯定的な評価を寄せており、海外産のゲームでありながら日本のアニメやゲームに対する大きなリスペクトを感じたと述べている。戦乙女の食卓が BS 日テレにて2020年7月8日から9月9日まで6分枠のショートアニメとして放送された。全10話。第2期、戦乙女の食卓2が BS 日テレにて2021年7月19日から9月6日までショートアニメとして放送された。1話、約8分、全8話。戦乙女の食卓に関するカテゴリー、戦乙女の食卓2に関するカテゴリー。ありがとうございます。